JST 研究開発戦略センターの福島と申しますデジタル社会における新たなトラスト形成についてお話しさせていただきますこの発表は2022年9月に公開した戦略プロポーザルの要点を紹介するものですここではデジタル化の進展につれて社会のさまざまな場面でトラストがうまく働かなくなってきたという問題を解決したり 状況を改善するための新たな仕組みづくりを目指す研究開発の推進を提言しています。以下、本発表では、まず問題意識を述べ、この問題に対する取り組み状況を紹介し、最後に目指すべき方向性を示します。まず、トラストとは何か。日本語では信頼ですが、相手が期待を裏切らないと思える状態になります。注意しておきたいのは、トラストはリスクを含んでいるということです。 二十年を書きましたが、内側の円は相手が裏切らないはずと信じられる裏付けがある割合を示します。これまでの付き合いから裏切るとは思えないとか、裏切ると相手にとって不都合な事態になるから裏切らないはずといった部分です。しかし100、百パーセントそうだとは思えない部分がリスクとして残ります。このリスクがどれくらいの大きさの時にトラストするかはその人の性格にもよりますが。 トラストすると迅速な行動や意思決定が可能になりますトラストは協力や取引のコストを減らしてくれる効果があります人を一歩先に踏み出す気持ちにさせてくれますしビジネスにおいてもトラストは非常に大切なものですしかしデジタル社会においてトラストが問題になる局面が増えていますその要因として 人間関係がバーチャルな空間にも広がり騙す技術も高度化してしまったことが挙げられます最新の AI 技術によって作られるフェイク画像フェイク動画フェイク音声を見破ることはもはや人間には困難です。偽装や成りすましによる犯罪が起きやすくなりフェイクによる政治干渉攻撃詐欺などが社会問題化しています。また AI などの複雑な技術を用いたシステムへの依存も高まりましたしかし AI はブラックボックスで動作保障や精度保や度が困難なものですそのようなシステムをトラストできるか大切な命や個人情報を預けられるか人生を左右する評価や診断に納得できるかといった懸念が生じます今示したようなトラスト問題の局面を踏まえて 問題意識をまとめるとこのようになります旧来のトラストは顔が見える人間関係や人々の間のルールに支えられたものでしたしかしデジタル化の進展に伴いそんな旧来のトラストはうまく機能しなくなってしまいました人間関係がバーチャルな空間にも広がり騙す技術も高度化し複雑な技術を用いたシステムへの依存が高まったためです デジタル社会においてもうまく機能する新しいトラストの仕組みづくりが求められますではトラストに関する研究開発の状況はどうかというと人文社会科学分野の基礎研究から AI セキュリティなど情報科学分野の技術開発さらに医療・ SNS のような応用シーンでの対策検討まで幅広く取り組まれています認証・署名などを含むデジタルトラストや フェイク対策信頼される AIAI AI ガバナンスといった分野では国による戦略策定重点投資も行われています哲学心理学社会学経済学政治学法学など人文社会科学の分野でも古くからトトラストに関すす。る考察や議論がされてきてきいますしかしそれらの間で知見共有連携はあまり見られない状況です そのため、それぞれはトラスト問題に対して個別的な対処、断片的な状況改善にとどまっているように思います。知見共有・連携が進んでいない要因として、トラストの異なる側面に対する研究開発がそれぞれ進められてきたということが考えられます。ここではトラストの3側面と呼びますが、トラストするというとき、3種類を区別して考えておく必要があります。 一つ目は対象申請制で本人本物であるかを意味します。なりすましの問題がこれに該当します。二つ目は内容真実性で内容が事実真実であるかを意味します。これにはフェイクニュースの問題が該当します。三つ目は振る舞い予想対応可能性で対象の振る舞いに対して想定対応できるかを意味します。 ブラックボックス AI の問題がこれに該当します先ほど示したさまざまな取り組みの中でセキュリティ分野のトラスト関係の取り組みは対象申請性フェイク対策関連は内容真実性信頼される AI 関連は振る舞い予想対応可能性にフォーカスしたものと言えますこれらは主に技術的な対策を考えていますが ルール整備プロセス管理による対策はガバナンスの取り組みさらにトラストの観察理解に関する基礎研究は対策設計や社会需要の裏付けになるものと整理できます。このようにトラストに対する異なる側面切り口からさまざまな取り組みが行われてきているわけですが試験共有連携があまりないバラバラの取り組みでよいのでしょうか ここで例に挙げたようにある新しいサービスを使ってみようかと考えるとしますそのときそれがどんな仕組みでどんな結果が得られそうかが気になりますがそれは振る舞い予想対応可能性の側面ですまたそのサービスの提供企業が怪しくないかという対象新設性そのサービスについての評判は本当かという内容真実性も気になります つまりいろいろな視点から多面的に情報を集めその一つだけでは確信を持てなくてもそれらを複合的に検証することで総合的な判断を下そうとするわけですデジタル化の進展でリスクが高まった状況では断片的に切り取られた情報や対象のある側面しか見ずに何かを信じ込むことはとても早いことですデジタル社会のトラストは 多面的・複合的な検証によって支えていくべきでそれが適切かつ容易に行われるような仕組みが望まれますそのためにまず何をしなければならないかというとトラストの社会的拠りどころの再構築ですトラストするかどうかは最終的に各自の主観によりますしかし詐欺などの犯罪を防ぎ社会秩序を維持するためには 社会的よりどころが確保される必要がありますその一例として現状対象申請制には身分証や認証手段内容真実性には証拠写真や査読性、振る舞い予想対応可能性には契約書や使用書などが社会的よりどころになっていますしかしデジタル化の進展により偽装やフェイクが簡単になり ブラックボックスなシステムが増えてきたことで従来の寄りどころでは不十分になってしまいました。そこで社会的寄りどころの再構築が急務なのです。今述べたようにトラストの3側面の社会的寄りどころを再構築し、それらを組み合わせ組み合わせた複合的検証の技術開発を進めることがまず重要です。しかしそれに加えて技術開発だけでなく 制度設計やリテラシー向上、社会需要性なども含めた総合的な対策設計に取り組んでいくことが必要です。それによって、新たなトラストの仕組みが人々に活用され、社会に根付いていくようになります。ここにビフォー・アフターの絵を描きました。ビフォーでは、バラバラに取り組まれていた研究開発が、アフターでは全体ビジョンを共有し、基礎研究から社会実装まで、 新たなトラスト形成に向けて連携して取り組まれるようになるというものです。ここでは AI やセキュリティなどの情報技術だけでなく法学、心理学、社会学、哲学、政治、経済、倫理までさまざまな分野の知恵を集めることが必要です。まさに第6期科学技術イノベーション基本計画に掲げられた総合値による研究開発が重要になります。以上。 デジタル社会のさまざまな場面でトラストがうまく働かなくなってきた問題を指摘しこれに対処する新たな仕組みづくりに向けてこれまで異なる側面からバラバラに取り組まれてきたトラスト研究を連携させようという全体ビジョンを示しましたこれを進めるには分野を横断した総合値による取り組みが重要であることも述べましたなおより詳しい内容は ここに示したような報告書にまとめていますのでご興味を持たれたらご覧いただけたら幸いです最後までご視聴いただきありがとうございました